前回の話と今回の話、長谷川幸喜ストーブゲットならず。くっそー、うまくいかないか。しかし予想外の展開に。こんなんくれるんすか。買取金額一気にアップ。ギャラ1万円が見えてきた。企画終了なるか。それでは本編をどうぞ。なるほどね。そうですね、やっぱストーブ備品だ。いやいや、備品ですから。ストーブもらうのさすがにね。もうこの時期にね、もらって帰ると困る。この時期にストーブ渡せてなんかやっぱいませんよ。そうっすよね、もちろんね。個人的にはめちゃめちゃ欲しいんですけど、金属アレルギーの人多い気がするな。北尾通り。そうね、あの時計屋さんと宝飾店に来て金属アレルギーの話されると、全て全て止まる感じにね。わかりました。じゃあ金属で申し訳ないですけど、何ですか。あ、ジュエリーを。ジュエリー。はい。え？じゃあこれで。ちょっと待って。いや見てない見てない。もう見るからにじゃないですか。ちょっと見るからにですよね。あのシルバーなんで。そう、あ、そうかそうか、そうですよね。あのアレルギーの方には強いはずだ。あ、そうっすよね。いやー、ちょっと何でしょうかね。あまりトントン拍子に行くのもちょっとあれなんじゃないですか。あれというのは。これは受け取っちゃダメってことですか。いやいやいや、いやいやいやってなんですか。なんですか、いやいやいやって。いや、なんかあれですね、うまくいきすぎるとなんかちょっと僕の気持ち的にはあれです。もういいでしょ。もうダメなの。ストーブだって失敗してるんですよ、こっちは。あの時点でもうまくいってないからね、小野さん。ストーブで相当やっぱり僕かなりやられたんで、メンタル。どういうものなんですか。クロスフォーって言って、クロスフォー、こう揺れるんですよ。あ、中が揺れてる。揺れてますよね。これの振動じゃなくて揺れてるんですか。はい、あの肌につけると揺れるっていうタイプ。ちょっといいんすか。はい、どうぞ。本当ですか。本当ですか。いやー、もうほんとゴリ押ししかしないんですよ。いやいや、ほんとすいません。あー、じゃあ成立ということでいいですか。ありがたく交換させてもらってもいいですか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これちょっとなんだろう、うまくいきすぎてね、なんかね、こう消せない。いや、ただ、僕意外とやっぱり、そのもちろんうまく超いってるっていうのはあるんだけど、意外とでもやっぱり、リサイクルショップで査定したら1万いってないっていうのは全然あると思ってるんですよ。あ、それはね、あるかもしれない。そう、だから普通に道のりまだ長いと思う。で、ましてやね、ここまでのこのうまさというかなんとかっていうところが、はい、まあね、続くとは限らんからね。そうそう、だってむしろこれ出されてこれ以上のもの出せるとかなんかさすがそんなにないはずだから。そうだね、こっから長いよ絶対。いや、こっからがね、なかなかちょっと難しいですけども、ちょっとまずそこ探し行きますか。行きますかね。もしよかったらちょっと取材とご協力いただけないかなと思うんですけど。ごめんなさい、うちは結構。あ、じゃあ大丈夫です。ということでちょっと車でね、移動してきました、はい。まあ先ほどちょっと断られてしまいましたんで。いや、もうズタボロですね。ちょっとズタボロさ、はい、やっぱガチってこうなるね。そうですね。なんかさっきよりね、自分の体ちっちゃく感じる。まあまあそんなんで、まあ次も、はい、ま、全くノーアポリ、ノーアポなんで。いやー、やだー。おしゃれな、でも僕はだな。でもあの交渉はあの何も言ってないんで自分でやってください。知ってますよ。怒ってる。いや、めっちゃ優しい人だった。 OK。 すげえおしゃれ。おしゃれですね、かわいい。こんなとこあったんすよ。うわ、ちょっとこれ、このほうきとかこういうお店にかかってるとおしゃれに見えません？優しく掃除ブラシ。ヤギ毛。ヤギ毛だもん、これ。優しいね。優しい優しい。店内のこの空気が好きだわ。牛、牛だよね。羊かな？羊？牛？ブレンズースツール、ブレン、そのズー、ズー関係ないよね。あ、あの、あれか。何て言うんですか、一人で。何一人で、バージョン。動物園のズー。こういうね、生活の中でね、いい使うとやっぱ、ちょっと針が出ると思うな。ウケる。こんなの売ってるの？すごくないこれ。だからこれで電気つくってことでしょこれ。そう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 。でこれ調光できるってことでしょ？あ、いい、このダブル。いいな。
あ、なんか俺こういうのずっといじってた。先祖代々もうみんなこの上でしか生活できなくてもいいぐらい気持ちいいわ。ちょっと仕事を今忘れて完全に買い物モードに入ってやっぱスイッチいいよね。スイッチじゃないと思うよ、もっと食いつくところ。え、ちょ想像してみて、寝る時とかもスイッチと、うん、どっかトイレ行く時もスイッチと。いや飽きるって絶対。気持ちもスイッチするね。今日で会うの多分3回目ぐらいですけど、うん、今の一番面白くなかった。あら、横にカフェスペースも。あ、そう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 。いや、ほら見て。美味しそう。いいですね。キッチンもいいな。カウンターもこれ一枚物の感じですもんね。あとね、やっぱりちゃんと感染症対策もね、こう実施をされてる。はいはい。ね。わらしべ商店街ってちょっと企画やってまして、はい、北大通りの素敵なお店を巡って物々交換をしていくんですね。わらしべ長者っていう、はい、まずね、その何もらうか分かんないのに協力って言われても難しいと思うんで、ちょっとね、これね、大谷時計店さんからね、すげえいいのが、これね、ちょっとネックレスなんですけど、これちょっと出そうか一回。なんか見せ方が下手だよね。絶対プロポーズとか失敗するタイプだと思うよ。今ちゃんとやるわ。これね、これネックレスが、これ分かります？中のなんかね、なんかね、キラキラずっと揺れてるんです、これ。これまず綺麗なネックレスをちょっと僕らからはちょっと交換させていただきたいんですけど、はい、今店長がいなくて。店長いない。連絡してみますか。連絡してみますか。え、そのことできるんですか。すげえ緊張すんな。バカだと思われないかな。いきなりこんなお願いして。お電話変わりました。あ、ですね、本当お気持ちで構わないので何かそのお品物ちょっと交換していただけたらなって思うんですよね。え、早っ。いいですよのタイミング。なんかそのいわゆるその年代が新しいことが結構条件になるみたいなところがあって。なるほど。ちょっとちなみにその例えば新しいものだとどんなものがある感じですかね。時計。え、上にある時計。なんか両面時計って。おー、すげえ。いや、めちゃめちゃすごい。こんなの初めて見た。でかっ。てかすげー。この時計。こんな時計いいんですか。 P がこの時計いいですっておっしゃってるんですけど、ちょっとうまくいきすぎてね、怖いよ。いや、ほんとありがとうございます、店長。時計いいですか。本当にすいません、時計ありがとうございます。ちょっと次の方に大切にお渡しさせていただきます。あ、ですね、ちょっとこれと交換したよということでちょっとお写真撮らせてもらってもいいですか。はい。とかそれ後の方がいい。そうですね、小野さん、それ後の方がいい。じゃなくて遊んでないなんで鹿の角で遊んで。売り物だからダメですって。行きますよマジで。いや、絵的にはやっぱりさ、やっぱこういうものと交換してほしかったなってやっぱり思うでしょ、これ、ね、やっぱりいいじゃない。いいでしょ、東京こんないいのもあったんだ。もういや、これ返してこれもらってもいい。ダメだよ。ダメに決まってるでしょ。なんでこの時計なの、鹿の角になっちゃう。いや、ブツブツ交換するんだったらこれ持ってくるやつって絶対クレイジーだと思うよね、やっぱりさ。もしよかったら時計と一緒に。これもくれるんですか。え、マジっすか。この角くれんすか。あ、さっき聞いたやつだ。これ3歳の鹿の角なんですよね。あ、そうです、多分3歳くらい推定。いやー、ほら、3歳の鹿の角いくらになるかリサイクルショップに聞くの面白いね。いいんですか。本当、どうぞ一緒に。え、マジっすか、本当に。すいません、ありがとうございます。本当すいません、ありがとうございます。いや、俺が交渉するわけじゃないからね、別に。ちょっと待ってよ。買った。大事になってきたなと思って。いや、だっておかしくない、こんな、これどっちでも時計が見れるって。これまずこれをそもそも初めて見たし、うん、分かんないけど多分高いですよこれ。高いよね。うん、いや、鹿の角もそこそこ高いと思うんだよね。鹿の角はマジで未知数。ついさっきまでタイヤ機器だったから。確かに。ということで ねちょっと今日もうだいぶ暗くなってきたんで。だいぶ暗くなりましたからね。ちょっと夜はさすがに商店さんやってないところも多いので、うんうん、はい、まあ、ちょっと次の日
改めてね、来ましょう。はい、ということで一旦、はい、本日は終了ということで、また次回。はい、ベースナインさんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。よー、僕らにお正月がやってこなくなりますからね。そう、はい、いい加減にそろそろ終わらせたいなと。もしなかったら全然いいんですけど、はい、なんかいらないストーブとかってあったあ、ちょ、ちょ、あ、ちょ、これ、ちょっとこれはちょっと持てないっすね。よー